すいません、ここからねちょっと雑談が長いんですけれども、お付き合いいただければなと思います。どうしてもね結果を見たいっていう方はね、右へスワイプしてください。はい。で、今日の一日のね、私の動きをね語りたいなって思います。はい。今日実はね、あるものの発売日だったんですね。まあそれもね、サムネとかねタイトル見てもらえば分かります通り、ワンピースのカードゲーム、そちらの発売日だったんですよ。前回はね、アミアミで全然普通に3箱2箱予約できたんですよ。まさかこんな人気出ると思わなくてね。だから第1弾の時はね、全然余裕で予約できたんですよ。なんならね、個数制限もなかったんですよね。今思えばカートン買いしとけばよかったなって思いますけれども、その第2弾がね今日発売だったんですよね。で、ちょっとね、前評判的にいろいろ見てたらね、結構争奪戦になるんじゃないかっていうね、書き込みとか見たんですよ、 SNS で。はい。その SNS の中で一番結構ね買えるんじゃないかっていう噂があったのがゲオなんですよ。はい。で、自分の近所にもゲオがね、すぐ近くにあるんですけれども、そこで買おうと思ったんですよね。でもね、そこね個数制限があったんですよね。1人6パックまで。どんだけ入荷するかもわからないじゃないですか。だからね、これ大丈夫かなってすごい不安だったんですよね、前日から。でね、一応ねちょっと電話かけたんですよ。時間にもよるじゃないですか。ゲオって結構ね遅くまでやってるんで、日付が変わった時に店頭に並ぶのか、それとも一回閉めた後のオープン時からなのかっていうのは分かんなくて、でちょっとねゲオにお電話させていただきました。その結果ね、開店時だと、はい、日付が変わった時じゃなくて開店時だということをね確認させていただきました。はい。でね、一応ね店員さんに聞いたんですよ。どのぐらい入りますかって、そしたら1人6パック制限で一応整理券が配布されますみたいなこと言われたんですね。やっぱ人が来るのを想定してるんでしょうね。はい。で、その整理券の数が70枚あるって言われたんですよ。つまり70人分なので、普通に計算したら6、7、42で420パックあったんですよ。めっちゃおるやんと思って、で店員さんもね、数が結構あるんで大丈夫ですよみたいなこと言われたんでね。で、まあ自分的にはね開店前に並ぼうと思ってたんでね、まあどっちにしろ、まあ開店前に並べば大丈夫だろうと思ってね、早速近所のゲオに行きました。で、まあその結果なんですけれどもね、まあ自分あと9時オープンだったんですよ、近所のゲオがね。9時と10時オープンのお店ありますよね、ゲオね。で、自分の近所は9時オープンで8時半に行ったんですよ。そしたらもうすでにね20人くらい並んでましたね。うわマジかと思って、全然余裕だと思ってたんで、なんなら今日一日持つんじゃねえのぐらいのね、420パックですから。だからね余裕かましてたんですけれどもね。で、私が並んだ直後にねどんどん人が来て、でめっちゃ行列になっちゃって、開店したんですけれども、結局整理券の配布はなかったんですよね。そこのゲオは普通に並んで、で一人ずつお会計という感じでね。で、そこでなんとか、はい、6パックゲットできました。はい、6パック。はい。まあ一応ね、証拠にね、こちら、はい。ゲオの証明です。ワンピース頂上決戦6個。単価180円で1080円。プラス税ですね。はい。まあこんな感じでね、なんとか買えました。で、それでね、終わろうと思ったんですけれどもね、ちょっと別の地区でね、ちょっと用事があったんで、そちらの地区にもゲオがあるんですよ。で、そこは10時オープンなんですよ。あれこれちょっといけんじゃねと思って、でゲオ結構あるから
そこ自分のね行った店舗が420パックあるんだったら近所のねその店舗にもそれなりに数用意してんだろうと思ってね行きました。買った直後に向かって、まあ、バイクだったんですけれどもね制限速度をね、うん、めちゃくちゃオーバーしながらね走って、うん、でなんとかたどり着いて見たらもうそこもねすでに20人ぐらい並んでましたね、うん、自分が多分着いたのが正確に見てないんですけれど9時20分ぐらいだったんですよ。その時点で9時20分か25分かでそのぐらいだったんですけれどもすでに20人ぐらい並んでて開店30分以上前なのにで多分大丈夫だろうと思ってね並んでたんですけれどもまあやっぱね友達とかと来てるのが多かったね。明らかに学生だろうっていう子たちもねいてね学校どうしたのねっていう感じだったんですけれどもはい。でその中にねあのね主婦の方だと思うんですけれどもねいたんですよ、うん、しかもねなんかねもうまだね物心がつくかつかないかぐらいの本当ね2歳ぐらいのお子さんかな1歳2歳ぐらいかなの子がいたんですよ。えもしかしてこの子もカウントすんのと思ってこの場に連れてくるって思ったんですけれどもねちょっと引きましたねでね開店しました。はい。で開店してねそこはね整理券配布だったんですよ、うん、まあ多分ねちゃんと用意してたんで整理券を配布しようと思ったんだと思うんですけどまあ開店と同時に整理券配布し始めてでやっぱ案の定ねその主婦の方がねそのほんとちっちゃい子を抱きながら2枚って言って普通に2枚もらってましたけどね、うん、ちょっとほんとマジでドン引きしましたねはい、で自分はね、まあ、今番号が出てると思いますけれども21番、はい、だったんですよね、まあ、なんとか、はい、また6パック買えました、はい、ということでね今日1日まあね2店舗回って6パックずつ計12パック購入できました。はい、これが限界でしたね。まあ、その後ちょっと用事があったんでね、うん、その用事を済ましてでまた地元の芸を戻ったんですけどまあやっぱ案の定なかったですね。もうね、うん、すれ違いだまねなんか一人の青年がねあのカウント行ってねワンピースのカードゲームありますかって聞いてて、あもう売り切れましたっていうのを言ってましたけれどもね、はい、まあ、その頃にはもう12時近かったんですけれどもねそれは無理だろうと思いました。まあ、でも自分も最初はそんな気持ちだったんですけどね一日持つんじゃないかってね。でもさすがにこれはちょっとひどいね。まあ並んでる時もね SNS でチェックしてたんですけどめっちゃ書き込みでもうやばいみたいなねもう売り切れとかもう行列がすごいなんかパチンコの新装開店ぐらいの並びみたいなねそんな書き込みばっか見ましたね。はい、なのでもう発売日今日だったんですけども、まあ、おそらく全てのね入荷店舗で完売だったんじゃないでしょうか。はい、そんな中でね私帰ってきましてちょっとまあ休んでたんですけれどもそしたら夕方ぐらいにメールが来たんですね、うん、それがこちら、うん、なんとね山城屋さんの当選告知だったんですよ。なんとボックス購入できましたいやまさかまさか当たると思わなくてむしろ山城や応募したのは分かってたんですけど連絡来ないから落ちたと思ってたんですよね、うん、そしたら夕方に来て、うん、当選しましたっていうメールが来てねあそこでもうお支払いして発送待ちですね。なので、まあ、今日はねちょっとこの12パックを開封してまあ、後日届き次第ねボックス開封させていただきますんでねこの機会にぜひチャンネル登録してねお待ちいただければなと思います。では今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございましたっていうわけないよね。はい、ということでねはいお待たせしました。めっちゃ雑談長いよってねいやねおしゃべり好きなんですね私ね。はい、まあ、早速ね開封しましょう。はい、1パックずつねはい開封していきます。
まあ、とりあえず上部をカットしてね、すぐにパンパン取り出せる状態まで持っていきましょうか。はい、ではね、一応 A 店舗 B 店舗でね分けて開封していきたいと思います。では早速ね A 店舗からいきましょう。まあどういう順番に入ってたか忘れましたけれどもね、はいはい、とりあえず1パックだけね、ちょっとこうやってイラスト見ながらいきます。山勝、はい、おろーかっけーろー、このローめっちゃかっけーな。ドミノ、忘れたなキャラ。あ、結構モリア、あ、ミスターワン、まあ、次ぐらいか。ドン、マスクドデュースレアですね。スペード海賊だ、うん、でドンカード、はい、こういう感じだったね、そういえばね、はい。ではね、こっからは普通にさっさとね、うん、開封していきましょう。あ、これリーダーカードですね、はい、金エモリーダーカード、あ、レア戦国リーダーカードはね、裏がね他と違って赤なんですよね、はい。まあ、赤といってねレアではないですね、はい。デッドン、はい、レア、ゴムゴムの雨、ドン、あ、レア、モンキー D ルフィ、ましたね、ドンのパラレル、シャンクスかっけ、この戦争を終わらせに来た、これいいね、このドンカードかっけ、はい、レア、シリュ、はい、A 店舗ラスト、お、来ましたね、杯、これは SR か、SR スーパーレア杯、イラストかっけえな、はい、という感じですね。いや、6パックじゃやっぱさすがにそこまでいいの出ないね、うん、ではね、次の B 店舗いきましょうか。コビ、レアのコビ、こうイラスト特徴的だな、はい、
レアブルック、はい、レア地獄の審判、お、また出た、シャンクス、ドン・シャンクス、あ、またルフィ、レア、レア上手、はい、ついにラストパック、お、これはスーパーレアですね、マゼラン、マゼランのスーパーレア、はい、ということですね。いや、どっちの店舗もスーパーレア止まりですね、はい、しかもあまりいいやつじゃないはい、ということでね、一応ね、一番高値がね、シークレットのエースでパラレルで、初動で30万近く、30万ベリーじゃないですよ、30万円ですからねいや、すっごいよね、なんか何でもね、20カートンに1枚ぐらいの割合らしいんですよ、出るわけないじゃない、宝くじ当たるようなもんだよね、いや、当ててみて、ということでね、2店舗もあった12パック開封しましたけれどもね、ちょっと納得いくような、ものは出ませんでした、はい、まあ、とりあえずね、送られてくるボックス待ちですね。そちらに期待したい。ということでね、今回の開封は以上になります。この機会にぜひね、ほんとね、さっきも言いましたけれどもね、チャンネル登録していない方はチャンネル登録してね、ボックスが届き次第ね、そのボックスも開封、レビューさせていただきますんでね、お待ちいただければなと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。